平君日本共産党の総平でございます <laughs> 質問に入ります前に、先ほど自民党の山下雄平議員が、えー、取り上げられました、えー、農村振興局のお文書問題、これ大臣、大臣が先ほどおっしゃったような、相反する義務に板挟みになってるんではなくて、農水省が干拓ありきで豊かな有明海を壊して、 今、開門は絶対にさせないと、そうした立場でこの訴訟や問題に、えー、臨んできたんだという正体がむき出しになった重大問題だと思うんですね、これ、裁判を担当している商務当局が、これ知っててやってるのか、これも含めて、徹底して明らかにする必要があると思うんです。そこで委員長 朝日新聞の昨日一面など、報道されている資料を、農水省からこの党委員会に提出させるよう、取り計らっていただきたいと思いますが、いかがですかご国理事会において協議いたします、西宗平君。昨日の予算委員会に続けて、共謀罪について伺います。まず刑事局長計画という文言が犯罪の成立要件 処罰条件に使われた例はありますか林刑事局長あの計画という行為、計画文言を使って、その行為を例えば犯罪の成立要件というように用いている罰則の例というものについては、承知をしておりません西宗平君。計画っていうのは、広辞苑によりますと、 物事を行うにあたって方法、手順などを考え、企てること、つまり思い立ち、考え、目論むことなんですよね。それを処罰するという、この過去に例がないというのは、財政法廷主義、行為主義に反するからなんですね。人々が話し合うこと、それ自体はプライベートで自由なことです。これを処罰するとなれば、警察が、 嫌疑をかける、疑いをかける、その対象っていうのは、人々の話し合いの中身、内容ということになる、そこに合意を処罰する共謀罪の恐ろしさがあるわけですね。もう一つの準備行為っていうのはどうか、これ、大臣は、合意を処罰しない予備では、TOC 条約を批准できないから、テロ準備罪が必要だと。 いう趣旨の答弁をずっとしてこられていて、その答弁と合わせてですね、予備は客観的に相当の危険性がなければ、処罰の対象とならないという答弁も合わせておっしゃっています。大臣、ということは、そうした危険性、つまり、客観的に相当の危険性がない実行準備行為を伴う合意、計画。 これが処罰対象と、そういうことですねいやいや林刑事局長、大臣の答弁ですからまず、林刑事局,局長あの。実行準備行為という言葉これについてはあの立案段階での方針という形であのお示ししているところでございます。一方で、その予備という言葉これについては、現行法上の予備罪における予備とは何か。 とといいいう形でででここれままお答えしているところでございますその意味で申し上げれば、この現行法上の予備というものにつきましては、あの予備という言葉が使われている予備罪におきましてはあの、その予備というものは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備が備えられたことを要するという。 まあこれがあの東京高裁の昭和42年の判決で示されておりまして、予備というものはそのように客観的な相当の危険性を含むものというふうに理解していると、このようにこれまでえ申し上げておるところでございます、そしたそれで実行準備行為というものはどのようなものとして観念するかというのについては、これを現在立案しているわけでございまして、この点でえ予備行為と実行準備行為はどのように違うのかと。 まあこういったあの問題になろうかと思いますが、あの少なくとも予備行為、現行法上の予備というものと、この実行準備行為というものは、次の点で異なると考えております。一つは、その現行法上の予備というものは、えー、今申し上げた客観的に相当の危険性のある程度が順の行為であるというふうに考えておりますが、ここにおきましては、合意でありますとか、計画でありますとか、 そういったこととの関連性は全く入っていない概念でございます。他方で、実行準備行為というものにつきましては、これは現在の立案の段階で、国際組織犯罪防止条約第5条の 1A の1が認めておりますところの、国内法上を求められるときは、その合意の参加者の1人による当該合意の内容を推進するための行為。 というふうに書かれておりまして、これを念頭において今、立案しているわけでございます。そうしますと、この実行準備行為は少なくとも合意,を合意の内容を推進するための行為という観点から、合意との関係でこの実行準備行為を考えていくと、概念を作っていくと、こういうことになりまますそののの点ににおおきましててはははこの予備行為あるいは実行準備行行行為為あるるいいい実準とううう、えー、異なるというふうに考えております。 いいです君今、局長がルール述べられましたけれども、そんな大して難しいことをおっしゃってない、あの予備の相当の危険性というのは、これ、相当な幅を持って、えー、これまでの刑事法上、扱われてきていますから、そんなに危険なものなのかというものも予備に含まれているのはそうあのことがあるんですが、それはちょっと置いときます。 私が大臣にそんな難しい認定の話を聞いてるんじゃないですよ。大臣は、客観的に相当の危険性がある予備ではだめ、そうした危険性はない、あというおっしゃってるわけだから、だから、そうした危険性はない実行準備行為を伴う合意が処罰対象になるということになりますねと、そうでしょ。金田法務大臣。 えー、まず、えー、私どもが、ねえー <coughs> えー、テロ等準備罪として現在検討しておりますが、政案を得た段階で、えー、説明をしっかりとしたいと申し上げているのはそのとおりでありますで。テロ等準備罪、対象となる団体を重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定をした上で、このような組織的犯罪集団が、 重大な犯罪を行うことを合意をして、その実行準備行為が行われた場合に初めて処罰するという、その考え方をもって、現在、検討を、ぎりぎりの段階を進めておるところであります。このように、実行準備行為というものは、組織的犯罪集団が重大な犯罪を行うことを合意した上で、その合意の内容を推進するために行われるものである。 これは今、刑事局長が申し上げたわけですけれども、その重大な犯罪の実行を未然に防止するために、これを処罰の対象とすることは、罰則のあり方として問題はないというふうに考えているところであります西村平君。何言ってるんですか、大問題じゃないですか。行為に出ていないのに、これを罰すると。それは財政法廷主義に反するんですよ。その憲法論は改めての機会にしますけれども、 大臣、ね、もう一回聞きますよ、昨日え、下見か散歩か、どう区別しますかと、私の質問に、犯罪のために散歩しているのか、花見しているのか、そうではなくて、その下見のために歩いて、まあ散歩をしているのか、そういうところの違いだと思いますとおっしゃって、場内、爆笑になりましたが、その上で、 目的が違うという状況を踏まえて、それを慎重に受け止めて、しっかりと調べるということだと思うと、あの踏み込んだご答弁をされたんですね。あの下見か、散歩か、これは外見上はえ違いはないわけです。だから、内心であるところの目的で区別する、先ほどのご答弁の言葉で言えば、計画にえを実現するためのものなのかということが争点になるっていう。 まあそういういご理解だと思うんですけどね、大前提ですよ、つまり下見か、散歩や花見なのかっていうのは、外から見たらわからないでしょ、外から見てわからないっていうのは、つまり危険性がない行為だっていうことですよ、予備だったら、拳銃を買ったとか、刀を持ったとか、わかるじゃないですか、それがわからない行為でしょ、客観的に相当の危険性がない行為を実行。 実準備行為を伴う合意というんでしょ、違いますか。金田法務大臣、えー、私が申し上げておりますのは、実行準備行為を含むテロ等準備罪の具体的な内容につきましては、何度も申し上げておりますように、現在、検討中でありますが、テロ等準備罪は、私どもが検討しておりますテロ等準備罪は、 組織的犯罪集団による合意に加えて、実行準備行為があって、初めて処罰されるものであります。したがって、組織的犯罪集団による合意、組織的犯罪集団の要件というのは、合意や実行準備行為とは独立した要件とすることを検討をしているわけでありまして、組織的犯罪集団に入っております方が、 花見をする、あるいは散歩をする、そういう前提でお話をしていただいているものと、した場合に私はそれはこの対象となるというふうになる要件を、その部分では持っているという前提のお話をしておるのかどうかという点を、昨日は私は申し上げたかったわけであります。なるほど いや、だって、暴力団以外は花見したならんってならないでしょ、あらかじめ組織的暴力集団と分かっているところの構成員だけをね、対象になる罪だって言うんだったら、そうした議論になるかもしれないけれども、分かっていない一般の人も含まれている人たちが対象になるから、一般の人は対象にならないなんていう、いちいち弁明をしなきゃいけないように、あなた方なってるわけじゃないですか。だから下見と 散歩の区別はどう,どうなるのかっていう、昨日は例に出したし、総、ま、理、ああの,のご答弁で言えばです、ね、切符を買うっていうことが問題になってるし、それはホームセンターなんかでお買い物をするとか、ATM で出勤するとかっていうの全部同じじゃないかということになるわけです。これら、客観的な、ね、相当おな危険がない行為、それ自体はですよ。 それが問題なんでしょ金田法務大臣、えー、繰り返しになりますが、私どもがテロ等準備罪、検討しておりますが、対象としては、組織的犯罪集団の構成員である、この要件をですね、満たすものに対してのみ、この罪というものが、あの犯罪というものが対象になるという前提を置いてますので、 そこの前提を超えた議論は一般の方々であろうかと思いますが、それは全くこの想定しているところではないわけでありま分かった、西田議員がそうおっしゃるので、えっと、刑事局長に聞きます。えっと、検討されている案は、暴力団だけですね林刑事局長。 組織的犯罪集団という要件というものを独立した要件として加えているということでございまして、この組織的犯罪集団というものの中身につきましては、基本的に考えておりますのは、これまで例示として挙げておりますのは、テロリスト集団、テロリズム集団。 またその他の組織犯罪集団とということを考えておりますその他の組織犯罪集団というものは、例えば暴力団等がございますし、例えば振り込め詐欺というものを目的として、組織が結成されるとすれば、そういった振り込め詐欺集団というようなものを入っております西総平君、局長も、例示だと、例えばというじゃないですか、あらかじめ指定されている 公益暴力団などの構成員だけじゃないでしょ、大臣。西田議員が暴力団だけだという、この発言は間違いですよね林刑事局長あの。今回、組織的犯罪集団のがどというものが独立した要件とするということの意味でございますが、これはあの当該事案が問題になるときに、実際にその組織的犯罪集団がそこに存在していると。 またそして、その存在しているその集団の団体の意思,意思決定に基づいて、そうした犯罪の合意、計画がなされ、さらに準備行為がなされたと、これ全体をもって、犯罪の成否が決まるわけでございます。従いまして、その犯罪の事実の認定の中で、あらかじめあ、失礼しました、その組織の結合の目的が、そもそも犯罪の実行の目的にある。 そういった団体が存在しているのかどうかということが、その時点で問われ、その時点を立証できなければ、この処罰はできないわけでございますので、そういった意味において、えー、組織の結合の目的があらかに、犯罪の実行の目的にあるということ、こういった団体というものは、全く一般の団体とは異なるものでありますた。西宗平君。組織的犯罪集団を どのように考えるのかっていうのは、あのいろんな議論があるんでしょうけれども、ちょっと今日確認したいのは、今、局長のご答弁に出てきた、えっと、大臣が昨日ご答弁なさっている言葉でいうと、当該事案の時点において、この意味なんですけれども、これ、当該事案と、今、なんだかばくっとあいいにおっしゃってるんですけどね。 新設しようと皆さんがしている共謀罪というのは、実行準備行為を伴う計画なんだから、計画の時点という理解をするしかないんですけど、大臣、違うんですか林刑事局長。あの今回のこの法案考えております法案というのは、刑事罰則を定める法案でございます。その中に 組織的犯罪集団という独立の要件を設けようと、こう考えているわけでございます。えー、従いまして、刑事罰則についてのこの事実認定の時点というものは、犯罪の成否が問題となっている、その当該事案の時点でございます。例えば、その、控訴、えー、事実う、起訴した場合には控訴事実というものがございますが、控訴事実の中で、その事案のお問題とされる時点というのが特定されますが、その時点において、 組織的犯罪集団というものが存在していて、その組織的犯罪集団が団体の意思決定に基づいて犯罪を計画していると、まあ、こういったことが認められるかどうかというのが、その時点において認定されるわけでございます。えー、実際に組織的犯罪集団がじゃあ、どの時点から存在していたかというものについては、それはもちろんその事案ごとによってございましょう。 その時点よりももっと前の段階で、組織的犯罪集団が成立しているということもありましょうが、いずれにしても、ここで問題とされますのは、犯罪の成否が問題とされる当該事案、これについて、その事案の時点において、この組織的犯罪集団としての活動であったかどうかというものが、事実認定をされるということになります。 三木総平君あの私が聞いてるのは、組織的犯罪集団がいつからあるのかの話じゃない、当該事案の時点においてっていうその時点っていうのは何かっていうことなんですよ、今、えっと、犯罪構成要件のという趣旨のことをおっしゃいましたけど、これ、実行準備を伴う計画が犯罪であると、これを処罰する必要があるんだということであれば、その計画、つまり合意。 まあ話し合いの結論でもいいし、意思の勝ちって言ってもいいですけど、その時点が当該事案の時点、そういう意味でしょ。林刑事局長あの先ほど申し上げましたようにあの、処罰の要件というものを定めます。要件というものが、例えばその組織的犯罪集団というのが一つの要件であり、そしてもう一つ、計画というものがある、まあ、その他の要件があると、こう仮定しますと。 これの犯罪の成否を考えるときに、例えば計画というものがなされた時点において、組織的犯罪集団というものが存在していなければ、これは処罰の対象となりません、そういった意味において、この要件が全部揃っているかどうかということは、その当該、事案が、犯罪の成否が問題とされている、その時点において判断されるということを申し上げております、はい、西総平君。まあ今局長があのおおっっっしゃったのはお認めにななていることとんんだと思うんですつまり 組織的犯罪集団かどうかは別の要件で考えるけれども、対象となるう、まあ、処罰対象ですよね。で、これは計画だと、合意だということになれば、この時点ということじゃないですか。これは普通はですよ、話し合いなんだから、プライベートで自由なことなんですよ。だけれども、これが実行準備行為を伴い、まあ、その組織的犯罪集団が主体であれば、 そしたら処罰するっていう、その実行準備行為、ことは私もはっきりしたと思うんですけど、その実行準備行為っていうのは、昨日、大臣が下見と散歩、あるいは花見あのを先ほど紹介をしたようなご答弁で、表現をされたようにですね、よくわからない、外から普通は、そのもとで今日警察庁においでいただいてるんですが、 あの大臣が目的が違うという状況を踏まえて、しっかりと調べるという趣旨のご答弁をされました、あの警察の皆さんがです、ね、犯罪が発生しているのか、発生した後の犯人を探すとか、証拠を探すとか、いうそういう司法警察活動とは別に、犯罪発生させない、あるいは予防する。 そうした行政警察活動、あるいはテロを警戒するなどに典型的ですけれども、まあ、警備警察活動ですね、こうした行政警察活動を行っておられるわけです。あのその中で、警らや、あるいはテロ警戒警備などについている警察官が、どんな場合に職務質問を行うか、この職務質問の まあ、いわば考え方、えー、について教えてください警察庁長官官房、白川審議官。 お答え申し上げます <coughs> 警察官職務執行法第2条第1項の規定によりまして、警察官は異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯,犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して、停止させて質問することができるとされておりまして、こうした場合に職務質問を行っているものでございます西総平君え。テロを警戒して 要人警護をする、あるいはローンウルフがあ町の中で、えー、これ、注意をしなきゃいけないというようなことになる場合は、今おっしゃった軽食法の挙動不振その他という、こうしたものだけを気をつけているだけでは、ちょっと足りないということもあろうかと思うんですけどそういう注意はないんですか白川審議官。 お答えいたします。 実際に職務質問を行うかどうかにつきましては、個別具体的な状況に照らして、職務質問の要件を満たしているかにより判断されるということでございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げましたとおり、警察継承法第2条第1項の規定によりまして、異常な挙動、その他、周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯しまた犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して、職務質問を行っているところでございます。 平君えとこの職務質問がですね、えー、つまり司法捜査とは別に、事件は現場で起きているわけですから、現場の警察官の皆さんは、指、え、示、ーえー、そうした立場で、あるいは任務を負って、活動しておられるわけですが、これが所持品検査や、あるいは腕をつかんで静止する、えー、あるいは車のキーをですね、えー、エンジン止めてキーを抜く。 そうしたことが許されるのかなどということは、これもさまざま大問題になってきたわけなんですねあの。その職務質問にあたって、例えば犯罪が行われていないかという、そういうことをあの確かめていくというプロセスにもなるわけで、実行準備行為を伴う共謀、あ合意、計画ですね、これが罪であるという、これ仮に、 そうした罪が新設されたら、窃盗とか殺人を念頭において、日頃、任務に当たっておられるとも同様に、共謀罪、あるいはテロ等準備罪というのも念頭において、警らや警護に当たることになるのが当たり前だと思いますけど、いかがですか白川審議官。お答えいたします。先ほどご答弁申しし上げましたとおり警察官は何らかの ししました何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに至る相当な理由の者に対して、職務質問を行うことをされておりますことから、特に犯罪についての限定というのはございません西宗平君。だから、林局長が、もうちょっとご答弁いただく機会がなくなったのは申し訳ないですけど、あの捜査もすることができませんというふうに、えー、繰り返しておっしゃっているご答弁の趣旨は、 司法警察活動、あるいは令状を取っての強制捜査などのことなのであって、警察が一般的に共謀罪じゃないか、あったら大変だと言って、捜査,を捜査ではない、行政警察活動を行うというのは、これ、当たり前のことになるんだということを確認をしたということを申し上げて、今日は質問を終わります。はい了解